我は最果ての魔王ディープブリザードである。今回はクリップスタジオのペンを使った新たな絵の描き方の提案をしようと思うのである。何を急に言っているのかわからぬというものもおるかもしれぬので、まずはこちらを見てほしいのである。見ての通り、線画を基準として塗りがはみ出さないペン、そして線画を基準にはみ出している部分だけを消す消しゴムという2種類を今回作り方をうぬらに紹介しようと思う。作り方だけではなく、どのように使うのが有効的な使い方なのか、その実例も示していければと思うのであるぞ。また、作るのが面倒だ、とにかく早く使ってみたいというものは、我がクリップスタジオアセッツにて無料で公開をしておるので、そちらを良ければダウンロードしてみてほしいのであるぞ。また、新たな講座のための機材を導入したので、ここから先の講座動画を楽しみにしていてほしいのであるぞ。ディープブリザード。それでは、線画からはみ出さないペン、そしてはみ出しのみを消す消しゴムの作り方について解説をしていこうと思います。まずは線画からはみ出さないペンの作り方を紹介しましょう。今回はこの G ペンというペンをベースに、これをカスタムして線画からはみ出さないペンを作っていこうと思います。このまま設定を変更してもいいのですが、 G ペン自体のそのままを使いたい時にわざわざその設定を取り消さないといけないなど面倒な部分もあるので、使いたいペンを複製してからカスタムするといいでしょう。サブツールの複製を選択して、今回はこのまま G ペン2にしておきましょう。そして OK を押すと、ペンの一番下に複製をしたペンが表示されます。この状態でツールプロパティの右下にあるスパナのマークをクリックすると、サブツール詳細というものが出てきます。このサブツール詳細を設定することで、はみ出さないペン、そしてはみ出しだけを消す消しゴムなどを簡単に作ることができます。設定方法は非常に簡単で、はみ出し防止という項目、実は初期設定ではこのはみ出し防止の部分が非表示になっています。なのでその部分をすべて表示できるようにしておいてから、参照レイヤーの線からはみ出さないにチェックを入れると、他の細かい項目もチェックが入れられるようになるので、ベクターの中心線で塗り止まる、そして領域拡張にもチェックを入れておきましょう。領域拡張は 0.1 ミリにしています。ここがピクセルの人は1ピクセルプラスになるように設定をしてください。拡張方法を丸く拡張にしておくと、線画などを参照に塗る際に綺麗に塗れると私は思っています。この設定に全てチェックを入れた状態で、これで完成です。非常に簡単に作れるのが分かったでしょうか。ディープブリザード。消しゴムも同じように設定をしてしまいましょう。消しゴムはざっくりという名前のデフォルトに入っている消しゴムを複製してカスタムを行います。同じようにサブツールの複製を行って、ツールプロパティのスパナマークからはみ出し防止の設定を同じように全て設定しておきます。領域拡張も同じように 0.1 ミリ、そして拡縮方法も丸く拡張にしておきます。以上で線画からはみ出さないペン、そしてはみ出しだけを消す消しゴムの完成です。次の工程では実際にどのような効果ではみ出さないように塗るのか、そしてはみ出しだけを消すことができるのかを解説していこうと思います。ディープブリザード。それでは先ほど作成したペンと消しゴムを実際に使う方法を解説したいと思います。今回3つの線画を用意しました。ベクターレイヤーで描かれたリンゴ、ラスターレイヤーで描かれたリンゴ、そしてラフ状態のリンゴ、この3つにまずははみ出さないペンで色を塗る工程をやってみようと思います。そのためには参照レイヤーという概念を覚えておく必要があります。まずは塗りたい線画を選択したら、参照レイヤーに設定をクリックしてください。するとこのベクターのリンゴのレイヤーの部分に灯台のマークがついたのがわかるでしょうか。これが参照レイヤーになりましたというマークになります。こうすることで線画が色を塗り分ける範囲になりますという指定になります。なのでこの色塗りというレイヤー、他のレイヤーなど選んでいても、この参照レイヤーというものは揺らがないことになります。では色を塗るためのラスターレイヤーを用意したら、先ほど作成した G ペン2を
選んで、こんな感じで大きめのブラシのサイズでリンゴの中を塗っていきましょう。まあ普通に塗るだけだったらこんな感じで普通に塗れますが、塗りながら縁に近づけていくとこんな感じで色がと線画の外に漏れなくなっているのがわかるでしょうか。同じように枝の部分もはみ出さずに塗ることができました。そして葉っぱの部分もはみ出さずに簡単に塗ることができました。ベクターの中心線で塗り止まるにチェックを入れているので、このベクター線をこうやって薄くしてみるとわかると思いますが、この通り線の中心までしっかりと色が食い込んで塗られているので、色の塗り漏れや塗り忘れがないというのが分かったでしょうか。では次にラスターレイヤーを参照レイヤーにして塗ってみましょう。このベクターレイヤーが参照のまま色塗りをラスターレイヤーでもしようと思ってもこの通りはみ出してしまいます。なぜか、このリンゴのラスターレイヤーを参照レイヤーにしていないからです。なので改めて参照レイヤーを押すと、参照レイヤーのこの灯台のマークが先ほどのベクターの線画からラスターの線画に移ったのがわかると思います。この状態で改めて色を塗ってみるとこの通りはみ出さずに塗れるようになりました。あとは同じように塗れば完成です。ラスターの場合は先ほどのベクターよりもベクター線ではないので食い込みが 0.1 ミリ程度になっています。ここがうまく塗れない、もしくは線画までもっと食い込ませたいという方は、この領域拡縮を例えば 0.2 ミリもしくは 0.3 ミリにした状態で塗ってみると、ちょっとじゃあ分かりやすく今度は線画薄くしたまま色を塗ってみましょう。こんな感じ、先ほどと比べて色がしっかりと線に食い込んでいるのがわかるでしょうか。このあたりは自分が描く線画の好みに合わせて、ベクターペンで描いているのかラスターペンで描いているのかにも合わせて領域拡縮の数値を大きくしたり小さくしたりすると良いでしょう。最後にラフなタッチで描かれたリンゴの線画に色を塗ってみましょう。同じようにラフのリンゴのレイヤーを参照レイヤーにして、色を塗るレイヤーにしてから色を塗ってみましょう。ラフだと線の種類やはみ出しなどがあって、やや色を塗るのが難しいかもしれません。ある程度線を整えて塗るのに向いているのがこの線画からはみ出さないペンの特徴かと思います。なのでラフなどに色を塗る場合は、この後説明をするはみ出しを消す消しゴムの機能を使った方が私はいいと思います。ディープブリザード、では次にはみ出しを消す消しゴムの使い方を解説したいと思います。今回もベクター、ラスター、そしてラフの線画の3種類を用意して、それぞれの使い方の違いなどを説明していこうと思います。まずは一番左のベクターレイヤーの線画を使って解説をしたいと思います。先ほどと同じように線画のレイヤーを参照レイヤーに設定をして、そして色を塗っているレイヤーに先ほど自分でカスタムをした消しゴムツールを選択していることを確認して、線画の外側を消すように、そしてこれを消すとき、この消しゴムの今範囲が出ていると思いますが、この中心点が線画の内側に行かないことを意識しながら消してみましょう。こんな感じで綺麗に消せると思います。この消しゴムの中心点が線画よりも奥に行くと、このように線画の内側を消してしまっているのがわかると思います。なので意識するときは線画の内側に行き過ぎない程度に消しゴムを動かすと良いでしょう。なのであえてかなりこのような大きめのサイズを使って消すと、中心が線画から遠く離れている分、逆にざっくりと大きく消してくれるので、非常に簡単にはみ出しを消すことができます。ラスターレイヤーの線画を参照にしてもう一回やってみましょう。
ラスターの場合も基本的には操作方法は変わりません。この消しゴムの中心点が線の内側に行かないように意識するだけで、あっという間に綺麗に消すことができました。ではラフの線も同じように参照レイヤーにして消してみましょう。この通りラフの場合、このはみ出しだけを消すペンを使うといい感じにラフの内側だけの色を残してくれることができるようになりました。ただあまり線がつながっていなかったり、複雑に線が重なりすぎていると綺麗に消すことは難しいかもしれませんが、まあある程度ラフな線なので多少色が消えていたりはみ出しが残っていてもいい感じの味に残ると私は思うので、あまり気にせずザクザクと塗ったり消したりするときに使うと良いでしょう。では次はこのはみ出さないペン、そしてはみ出しだけを消す消しゴムを使って実際に色を塗ったり消したりするところを解説していこうと思います。ディープブリザード、では今回はこちらの線画を使って解説をしていこうと思います。今回はベクターレイヤーで線画を描いていますが、先ほど解説した通りラスターレイヤーでも構いません。まずは線画を参照レイヤーにしておきます。必ず線画のレイヤーに灯台のマークがついていることを確認してください。その下に新規ラスターレイヤーを作成して色を塗っていきます。髪の毛の色を選択した状態ではみ出さないペンを設定し、大きめのペン設定でざっくりと塗っていきます。筆圧をぐっと大きく入れると線の細いところにも一気に色を塗りつぶすことができるので、綺麗にそして簡単に色を塗ることができます。細かいところはポンポンとタップするような感じでクリックしてあげると綺麗に色が染み込みます。どうしても綺麗に塗れなかったり色がはみ出してしまう場合は、普通のペンや消しゴムなどを使って調整すると良いでしょう。このように複雑に入り組んでいる紙の部分もペンの中心を意識しながら塗りたい範囲をなぞっていくだけで簡単に塗ることができます。では他の部分もペンで塗っていきましょう。ペンを使って簡単に塗り分けをすることができました。ただこの白目や瞳の部分のような線画を閉じていない場所はこのペンでは塗りつぶすことができません。なのでそういう時にはペンや塗りつぶしツールなどを使って調整をしてあげると良いでしょう。ディープブリザード、では次にキャラクターの陰影を塗っていこうと思います。今回はちょっと厚塗り風にしようと思うので、厚塗りができるブラシなどを使ってまずはキャラクターの肌の影の色を塗ってみます。新規レイヤーを定山で用意して塗っていきます。ブラシのタッチを活かしたいので大きめの筆のサイズでザクザクと塗っていきます。特にクリッピングなども施していないので肌以外の部分に色が大きく漏れてしまっているのがわかると思います。ただこの段階ではもう一切気にせず、肌の部分をきれいにそしてかっこよく厚塗りができるようにザクザクと色を置いていきましょう。厚塗りの方法などに関しては別の動画を出しているので、よければそちらもチェックしてみてください。これで肌の部分はおおよそ塗ることができました。しかし肌以外の部分に大きく色がはみ出してしまい、これをちまちまと消しゴムで消したりするのは大変です。そこで先ほど作ったはみ出しだけを消す消しゴムが活躍していきます。線画部分に参照レイヤーになっていることを確認した上で、影を塗った定山のレイヤーを用意して消しゴムツールで肌の部分以外のところをなぞっていきます。これだけであっという間にはみ出しが消されていっているのがわかると思います。消しゴムツールでこのはみ出しを消すのは本当に短時間かつあっという間にできるので、こういうブラシを複雑に使ったり厚塗りをする作業の際には
実はとっても使えるブラシだと私は思っています。特にマスクやクリッピングなどを設定しなくてもこの通り綺麗に消してくれます。このようにはみ出さないペン、そしてはみ出しを消す消しゴム、この2つを切り替えるだけで簡単に、そしてスピーディーに色の塗り分け、そしてはみ出しを消すことができるようになったのが分かったと思います。ディープブリザード、いかがだったかの？参照レイヤーというものを知れば様々なことに応用ができるということが分かったであろうか。そして自分が普段使っている好きなペン設定もこの参照レイヤーを活用すれば魔法のようなペンになるというのも分かったであろうか。ぜひな、動画の中でも言ってはおったが、このペンを使う際には元のペンの設定は残しておき、複製したペンでこの参照レイヤー用のペンを作ると何かあった際に修正もしやすいので、バックアップ等は大事にするというお絵かきをする上での大事なことを忘れてはいかないのであるぞ。ではでは、なのである。というわけでな、今回から講座動画部分の喋り口調を新たな機材を使ってうぬらにもより分かりやすく調整することにしたのである。もちろんな、我のこういう喋り方が好きだとか、そういうふうに言ってくださる方々、本当にそれはありがたいと思っておる。だけれども、まあ、例えば、今日初めてこの動画を見た、我のことを知ったという方にとっては、この喋り方というのが人間界ではあまりメジャーな喋り方ではないということ。そういう喋り方じゃなかったらもっと動画見るのにな、といった、うぬからのたくさんのコメント。そういうのもたくさん見させていただいておった。まあ、どうすることが正解っていうこともないし、今回、我がこうやってやらせていただいた処置ということが、皆にとってな、すべて納得がいくものではないというのも分かった上で、今回我はこのようなやり方を取らせていただいた。もちろんな、これまでの方に楽しんでいただける、そしてためになる動画を作るという姿勢は当然変わらないであるけれども、我はもっとたくさんの方にもっといろんなことを、絵を描くことの楽しさを知ってほしい。そのために我ができることというのを考えた結果の、まあ、今回このような機材の導入だと思ってもらえれば嬉しいのである。また、こうやって我が画面に出てきておるときや、レディオクローゼットなどのラジオ番組などについては、普段通りの我のままでいさせてもらえればと思うので、講座動画を楽しみにしておるもの、そしてそれ以外のコンテンツも楽しみにしていただけているもの、皆が幸せになれる動画作り、そして YouTube 活動をしていけれればと思うので、今後とも応援のほどよろしくお願いいたします。なのであるぞ。動画のご視聴、誠にありがとうなのであった。よければチャンネル登録、高評価、そして SNS のフォローなどよろしくお願いいたすのであるぞ。